こんにちは、エバト・タケシです。今回は、人を馬鹿にすると、自分の価値が上がったと錯覚することができるというテーマでお話ししていきたいと思います。人を馬鹿にするとは、相手を自分より下に見たり、相手の弱点や欠点や短所を指摘することで、自分の方が上だ、自分の方がましだと感じることです。お前は生まれ育ちが悪い。 あなたは社会的地位が低い。あなたは〇〇人だからダメだ。といった相手だけでなく、相手の属性を劣ったものと評価するのは差別になります。すぐに落ち込むお前はダメだ。お前は気持ちが悪い。あなたは自分勝手だ。あなたの性格は最低だ。といった相手の心理的特徴や本質的な部分を攻撃するのは人格否定になります。このような 性格や特性を否定され続けることをモラルハラスメントと言います。人を馬鹿にする人というのは常に自分と他人を比較している人です。常に他人の価値観や社会的ルールと照らし合わせて自分の価値を測っている人です。人を馬鹿にする人は常に他人が気になっています。他人とは自分以外のすべての人間です。そんな無限に増えていく他人と比較していたら 無限に負け続けることになり、どんどん劣等感が強くなっていきます。人を馬鹿にする人は、他人と比較するから、劣等感を植え付けられてしまいます。そして、その劣等感を紛らわすために、人を馬鹿にします。人を馬鹿にする人は、自分は劣っている、自分はダメな人間だ、という思いを忘れるために、お前は劣っている、あなたはダメな人間ですよ、と言わずには、いられない状態になっています。 人を馬鹿にするというのは全く意味のない行為です。なぜなら、どれだけ人を馬鹿にしても自分が成長することはないからです。人を馬鹿にする人は自分は劣っている、自分はダメな人間だと思っているのが当たり前の状態になっています。他人と比較するから劣等感を抱くようになり、その状態から抜け出せなくなっています。どんな人間にも弱点や欠点があります。 全ての人間に短所があるのだから、いちいちそこを馬鹿にするのはおかしなことです。私たちは自分が生まれてくる場所を自分で選ぶことはできません。社会的地位で自分の価値が決まるわけではありません。それなのに他人の属性を馬鹿にするのはおかしなことです。ネチネチと人格否定をするのはその人自身に問題があります。他人の性格や特性を馬鹿にせずにはいられない人は心のどこかに 自分は劣っている、自分はダメな人間だという思いがあります。ということで、あなたが誰かにバカにされるようなことがあっても、それはあなたに問題があるからではありません。あなたをダメな人間だと言ってくるのは、あなたがダメな人間だからではありません。相手が自分のことをダメだと思っているだけです。なので、人をバカにする人の言葉、人を見下す人の言葉を、 真に受けないように気をつけてほしいと思います。他人から人格否定をされたときは、この人には何か問題があるんだなと考えて自分の心を守ってあげましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。